はい、やってみよう。相手に手をつかませます。取ってもらいます。取らせます。取らせて肩を詰めます。人を生かして肩を詰めます。この時に相手の肘を伸ばしてるんです。肘を伸ばすと割とダイレクトに肩が詰まります。いいですか。でこのまま肩を詰めたままですよ。肩の爪が失われないように相手の横に並びます。パッ。でこの時に相手の手をね、しっかりとこう自分の体の中心に置いてください。いいですか。で今肩に相手の腕を担いでますから、肩に担いだままこちらへ取り替えます。そのまま真下に自分が落ちるとこのように、つっかい棒を外されたようになって相手は落ちていきます。岩石落としという、型の名前は投げるんじゃなくて落とすんです。のそうのそうと思わず型を詰めることを考え、さっき考えてくださいね。緊張してきます。お、来た。そのまま落ちる。柳川さんの場合だから肩やってもいいよ。思わないです。ピタッと。ピタして。さあ、今抜けた。抜けた、肘が伸びて肩が詰まってればいいよ。乗ってるでしょ、うん、あ、いや。相手の肘を伸ばして肩を詰めます。ね。肩を詰めた、この状態、相手はこういうふうに取ってくれてるでしょ。で自分の主導が相手を攻めてるでしょ。この状態は最後相手を投げ飛ばすまでずっと一緒になってないから。掴むとしたら、ここ回っていくときにここが多少掴めますけど、ここは必ずしっかり生かしておいてください、ね、パッとこれで相手を攻めておいてください。取り替えたときも同じ、これはしっかり生きてるよ。いいですか。そしてコロンと回すようにしてください。こうしてここで立ってここに乗ってる、うん、乗ってるから、うん、おーおーいいね。これだったらすっごいやりやすい。結構同じやねん。これでくぐり直して、下にしゃがむ。